取引を希望し、接触を求めている。あったな、そんな。奴はセラク発電所の奥にいるはずだ。接触してくれ。サイドオプスな、これだけやってみるか。あーつか遠い。まあこれだけやってみよう。じゃあランディングゾーンが遠いんだって。よし、血だらけの格好だけ直すか。よし、じゃあ行くか。これ車運転できる場所だったのか今思ったけど。あ、ごめん。ごめん。やべえ、相当罪悪感が今出てきてしまった。ごめんよ。Analysis complete. お、すげえ。Analysis complete. ザコ。あいつだけ回収しとくかな。アナリシスコンプリート。お、強え。マーカープレイスド。ここにおらん。オッケーオッケー。じゃああいつは、お疲れさーん。お、え、また拠点？うわ、また拠点や。やめてくれよ。ザック。あ、暴発した。ザコ。お、優秀。こっちは回収しよう。こいつはいらん。当たるかな。当たった。これだけ？あとは？取らんねえ。うい。どう。よし。さあ来たな、ついに。どうしたものか。セラク発電所に来た。来たね。エビリッヒは施設北端のやっべゲートの向こう側にいるはずだ。北端？その奥で何をしているかは不明だが、近づけるか。うわ、優秀、欲しい。やべ。You have arrived at your destination.ちょっと CQC で尋問しよう。よし。で回収。さてと、マップが更新されたかな。回収する。了解だ。こっち特異班。
よいしょ。これあれだよね、多分。うん、ヘルメットかぶってる。うわ、弱えじゃん。やってよかったか。どうだろう、特技があってもな。死んだ特技があっても雑魚だもんな。あー、まあまあ、まあ、あいつの方が良さそうな。いや、あいついい、いいやんけ、特化型やし。うわー、あ、こいつは雑魚だな。こいつは死んじゃうし。中ね、あ、砂嵐か。よし、今がチャンスやな。一体回収したやつがいる。うい、よしよしよし。よし、もういいやろ。回収する。じゃあこれ乗っていこう。あった、さてあっち方面に道があるのかな。いや、いやいやいや、いけんやんけ。ああ、そういうこと。Extraction arrived at mother base. Development project has been...あ、ムービーや。まだ建物があるわけじゃないよね。あ、洞窟なのかな。あ、やべ、ああ、そあれ、誰が乗ってたんだ、そのトラック。敵兵が乗ってんね。ヒューイや、これ。天候は決定事項。メタルギア。こいつはまだ動かせない。レックスみたいなやつがある。遠隔操縦や AI 制御は実用段階になっていない。あ、ヒューイ、ヒューイ。AI は誰も欲しがらん。10年前のコールドマンの件があるからな。なんでコールドマンって。ああ、ただ有人機にするには姿勢制御の改良が必要なんだ。お前車椅子やったよ。僕も急ぎたいよ。でも。完成にはまだ時間がいる。解析完了。やはりそのことビッグボスの救助。やはりな。私から逃げる気だな、博士。じゃやばい。その足は返してもらう。いや、痛そう。普通に落ちるより痛そう。あは、君もお高い。始末するのか。サヘラントロプスは私の引き。なんそれ、サヘラントロプス、あれの名前か。あのメタルギアレックスみたいな。いいか、私は闇の住人だが、貴様のような腐った男と一緒にされたくはない。ラ
言われてる。どっちもどっちな気がするやくまい。あ、なに、なに、お、なんだ小型メタルギアみたいな。あ、欲しい、かわいい。まだ使い道は残っている。あ、うわー、結構早く動けますね。いいな、あれ欲しい俺も。え、方向的、あ、俺おるやん。いつまでこんな接近した。あ、向こう行っちゃったよ、はるちゃん。はるちゃんね、ヒューイ。メタルギアレックスみたいなやつがまんまだよね、形としては。まあでも84年だもんな、今。シャドウモセスジマ事件が91年やったはずやから、7年しかないから全然。あ、でもメタルギアとメタルギア2であれなのかな、ザンジバーランドなんちゃらかんちゃらとか、アウターヘブンなんちゃらかんちゃらとか。あれ12になった、嘘。なんやねん、サイドオプスちゃうんかい。まあなわけねえわな、ヒューイのあれが。間違いない、さっきの男がエメリッヒ、今回の回収ターゲットだ。洞窟の奥に消えた兵器。あ、でも回収できる。エメリッヒが何らかの答えを持っているはずだ。うん、ターゲットはソ連のベースキャンプに移送された。場所をマップにマークしておく。あれ、あれなんだろう、待って、あれ何、すげえ気になる。待って、あいつをやっとこう。よし、どうせあれでしょ、時間制限とかないから俺が行くまで知らないでしょ。よしよし、よし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 、やばいやばいやばい。メタルギアの情報載ってっかな。確認。遠いんだけど。これ何？戦闘ヘリがある。困ったじゃんやな。っていうか敵いっぱいおるやん。また敵増えてんじゃん。せっかく通ってきたのに。あー、めんどくせー。どうやって行けばいいんだ。え、ってかどうやって、ああ、車で行くか。え、じゃあマジであれあそこに置いといたのグッジョブじゃない。え、でも戦闘ヘリいんだよな。そう、戦闘ヘリがいるという難題がある。うわ、ほばってるやん。マジであれ操縦士撃てねえかな。え、見え、操縦士なんかあんのか。ひえー、撃ちてー。あれだけやっちゃうか、なんとかして。奪えねえかな。そう、あ、待って、何バレた、やば。
やっぱ、はい、プラン B 行きましょう。プラン B、 プラン B、よいしょ、やばいやばい、あ、燃えてる。どうしよう。バカこれはゲノム兵。いてここアンチかもしれない。来ないもん、こっち以上。こいつはどうだい、スキル的には雑魚やった。ディーフォース、あ、ディーフォース、よいしょ。じゃあ行くか。おい、レッツゴー。車が欲しいな。ボス、見た。何を？洞窟に消えた巨大兵器。ああ、クレムリンの最高機密、聞いてはいたが、あの博士、あんなものに関わっていたのはな。それにあのドクロ顔の男、ミスラシオケン、スカルズ、ずっと引っかかっていたが、やはりそうだ。ボス、奴はサイファーの実装部隊 XOF の指揮官だ。なんでしょうね。9年前の事件の首謀者。ああ、なるほど。だが、ゼロとは切れたはずだ。少し調べてみる。今は任務に集中してくれ。了解。道がわからん。こう行けばいいのか。はい。やべえ、あっちか、やばい、痛い、いやー、Dホース、やばい、逃げる、死ぬ、こんな真っ昼間じゃダメだよね。よし、あ、ディーフォース、お前不死身なの助かるわかわいそうだけど、死なないんだよね。車両は破壊されるのに。やべえ、いっぱいおる。ちょっと なんか出てきた。ちょっと待って、いえいえ、めちゃくちゃ敵おるやん。やば、いやいやいや、無理、これやばいじゃん、絶対やばいじゃん。ここベースキャンプってなってるよ。これ死ぬわ。おいおい、死んだわこれ。いやいや、無理、こんなんゴリ押しで通れるわけないじゃん。バカ言うな、バカ言うな、バカ
分かってるだろ。スネーク応答しろ。スネーク。Enemy presence detected. The map has been updated. 夜になるまで待ちましょう。Sun will set shortly. よし、夜になった。便利アイテムこれ。さてベースキャンプ、ここまで来るのすげえ大変やったんだけど、生まれたら一瞬やったのにな。あー、戦闘ヘリがあって、しかもうわー、もう大変大変。こいつはゴミ、両方ゴミやな。さてどうしたもんかね。よいしょよいしょ。うわ、あそこにもおる。うわ、めっちゃ優秀やん。あっち来てー。また敵を、うわ、いっぱいおる。これは、え、待って、二足歩行兵器、やば。洞窟にいたのと同型か。実戦配備は目前まで迫っているようだな。マジでヤバ谷やん。人おるし、こいつはいいや。うわマジか、朝や、やばやばい、朝はまずい。やっべ朝になっちゃった。じゃあもうこれは、うわー使えねえ、なんか知らんけど使えねえ。マジでマジで言ってる。うわー、サプレッサーなくなった。やべえ、どうするどうするよ。うわ、あそこにもる。やっとっか、スナイパーだもんな。よし、やるか。あいつをデコイにして何人かおびき寄せんかな。あー、こせられんね。あ、
なところにいたわ。あ、さて、あとは、あとはこいつか。え、バレとるやん。やば。あいつは寝てほしい。いやー、ちょっと遠いか。いやー、これ寝ないかな。いやー、弾っていうか弾もね、サプレッサーもね。あー、やべ。見方終わりやな。よし。君どこ？あ、割とスニーキングしたな。そんな武器持ってないけど俺。血だらけ相変わらず。あ、ボスの声だ。あ、まあでもそれ自体はボスか。あー、見たことある。あなたじゃないわね。いや、あ、ヒューイ。それはただの機械だ。生きてる。いや、それいいな。空気椅子みたいになるんだ。でもケツ痛そう。エメリヒ博士、スネーク。え、どうして。お、離してくれ。 なんで今切ったの。下ろしてくれ、僕の足を返せ。予定通りだ。そいつをマザーベースへ回収してくれ。こっから帰んの。ムービーで返してくれよ。これ？僕にしか起動できない。操縦方法は教えるよ。エメリッヒは無視しろ。奴の作った兵器など。いやでも。いや、道のりは長い。そうだよね。奴が言うウォーカーギアを使ったらどうだ。こっちは。どうせエメリッヒは信用できない。もうカズ。科学者の鉄くずがまともに動くか。歩くよりマシだ。本当だよ。ボス、ウォーカーギアを使って脱出。もう俺装備ないんだぞ。お前、なんかボスと合わんぞ。お前、10年前俺たちはマザーベースに核査察を招き入れた。うん、だが査察団は偽装、正体はサイファーの部隊だった。なるほどね。奴らを基地に入れたのはエメリッヒだ。それ以来ずっとエメリッヒは姿を消していた。奴はサイファーと組んでいたんだ。僕は知らなかった。本当に核査察だと思ってた。って言ってるよ。悪いのはスネーク。え、俺？僕たちは核を持つべきじゃなかった。ああ、そういうこと？だからマザーベースは破壊されたんだ。あ、そう。こちらピーコード、まもなくランディングゾーンに到着する。ランディングゾーンどこだよ。え？
いや待て待て待てこんな道のど真で無理言うな。サイファーに脅されてここで研究をさせられていたんだ。兵器としての利息を取れちゃう。あなたは何だよ、お前9年言いなりっていうのはやばいな。これかな。お超ムービーやん。起動する。取ってくれ。いいぞ。こいつは一人乗りだ。僕は乗りだ。ほら。え？え、エメリヒはどうすんの？おお。おお。なんかエイリアンみたい。待って待って待って、なんかいいよけど。うえい、キーボードやっちゅうね。え、待って。あ、なるほどね。やば。ソ連のために二足歩行兵器を。それが本当なら、サイファーは何のためにそんなこと。え、どっちだ。いやあ。頭の袋を取ってくる。うるさい。いやこれ攻撃受けたら死ぬな。できるだけ見っからないように行きたいところだけど、もうこんな敵地でいやー見っかるよね。ちょっとうるさい、余裕ないからバカバカ。ふぅすげえすげえすげえ遠いな。歩く歩く、これどこで来いっていうのやばかったよね。ういよし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 、いって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 いっ、ムービーだ。これ無事回収できるのか。あ、何キラキラしてる。いや、あ、やばくね。あ、ランニングできんかった。え、何何。いやー、マンティスタン。え、待って、後ろになんかでっかいのあるんですけど。あっちゃっぱー。あー、それサヘラントロプスとか言うの。メタルギア言うとるやん。あー、マンティスが動かしてる。やべ、やば。兵器が直立歩行をした記念すべき日にな。やば、戦う無理ですよ絶対。え、あー、木を、ちょ早く、この足手まとい少なくともどうにかしてほしいやべえ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 、サヘラントロプスや、名前覚えやすい。やっぱ、え、無理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 、何言ってんの。
いやいやいや、無理。いやいやいや、回収する。どこ？バカ、何が起こってるか分からんけど、やばい。どこ？ランディングゾーン。はあ、マジで言ってる。いや、お前さ、バカなこと言わんでくれ。やば、バレてる、バレてますね。よし、あいつバカだぞ。よし、待って、どっちだ、よし、ラッキー。待って、これさ、これ持って帰れんの？いや、いらねえな、こんな。いらねえ。どうしよっかな。やべ、こっち来た。いいわ、あんな。使わん。え、なんかボコンボコンってなってるけど、大丈夫？よし、ういー。やべえ。急げ。やばい、怖っ。ちょ、あれ、どこ行った？ちょ、なんか撃ってきた。早く行けよ。え、おお。よし。おお、やったか。危な。直立型二足歩行兵器、霊長類になぞらえるならサヘラントロプス。僕なしで完成するはずがない。壊れてくる。そうだよ。たく、厄介な任務を押し付けやがって。今のヘリもっと早く離脱できたやろ。なんであんなちょっと悠長に構えたん？やめてよ、危ない。あー、ミッションタスクなんか考える暇もなかったわ。情報班のレベル上がるな。いいね、どんどん上がってくれ。なんかいっぱい開発条件クリアしてんね。あー、結構大変やった。1時間。あー、疲れた。